皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介しますのはザ・レジデンス赤坂日の木町、ルームツアーバッチリ撮ってきました。今回は相見積もりシリーズでご紹介いたします。はい、赤坂9丁目にありますこちらのザ・レジデンス赤坂日の木町を仲介手数料0円フリーレント1ヶ月をつけて、フリーレント1ヶ月、賃料無料期間1ヶ月ですねをつけて、さらに保証会社利用料、初回保証料もお値引きいたします。初期費用は、そうなるとですね、保険料金のみで契約できまして、前半 1K タイプ、後半 1LDK タイプのルームツアーをお流しいたしますが、 1K タイプであれば初期費用18,000円、 1LDK タイプであれば初期費用22,000円でご契約いただくことが可能です。はい、このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用をとてもお得にできるですね、おすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、雰囲気伝わればと思いますが、多少雑な編集になってしまっている点、そこはご愛嬌で皆様お楽しみくださいませ。はい、お部屋に行く前にですね、もう本当に素敵な雰囲気の物件ということが伝わりますかね。はい、でお値引き情報こちらになります。先ほどご案内した通り、フリーレント1ヶ月、1ヶ月分の共益、初回保証料、また仲介手数料1ヶ月分ので1.1ヶ月分をですね、お値引きしてご紹介させていただきます。はい、エレベーターを上がりますと、はい、あ、素敵ですね。共有廊下です。ホテルのようなもう雰囲気の建物ですね。はい、それでは中に入っていきましょう。まずは 1K タイプから。11月25日現在4部屋募集されています。詳細は動画概要欄に細かく記入しておりますので、皆さんご覧くださいませ。参考までに15万9000円から17万円までのお部屋で、 27.38 平米から 27.41 平米までのお部屋が4部屋募集中です。はい、見ていただきますと、このように家具、家電がついています。これはモデルルームではなく家具、家電付きなんですね。撤去のご相談も可能です。はい、素敵なお部屋ですね。収納も充実しています。はい、こちらのザ・レジデンス赤坂日の木町は2017年3月築、鉄筋コンクリート造の、こちらがですね、鉄筋コンクリート造の14階建てのマンションです。はい、赤坂駅までなら徒歩6分、乃木坂駅までなら徒歩6分、また六本木駅までなら徒歩8分という立地です。日の木町公園が近くてですね、日の木町公園調べました。その昔ヒノキが多いことからヒノキ屋敷と意味を取った毛利家の麻布下屋敷の庭園跡ですと。その広大な庭は江戸の街並みを一望できる名園として名を馳せました。そんな名園の緑は公園となった今も昔と変わらぬ日本の美を彩っています。広いですね。 1.4 ヘクタールの敷地の約半分を占める大きな池を囲む回遊式庭園をはじめ、遊具のある芝生エリアなど地域の人々の憩いの場となっています。はい、もう散歩コース確定ですね。はい、 1K タイプのお部屋、玄関先から全体サイドを見ていきましょう。はい、動画後半は 1LDK タイプのご紹介です。
それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、いわきです。ご覧いただいているルームツアーの物件いかがでしょうか。お問い合わせやですね、当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、それでは動画後半見ていきましょう。 1LDK タイプのご紹介です。設備ご紹介していきます。光ファイバー、オートロック、防犯カメラ、宅配用ボックス、エレベーター、自転車駐輪化、バイク置き場原付のみ。こちらは詳細お問い合わせくださいませ。モニター付きインターホン、カードキー、バス、トイレ別、シャワー、洗面所独立、室内洗濯機置き場、浴室乾燥機、エアコン、下駄箱収納スペース、クローゼット、フローリング、バルコニー、人感センサーライト、都市ガス、トランクルームがですね8800円税込みにて利用可とのことでした。こちらのですね詳細もお問い合わせくださいませ。でペット飼育につきましては、小型犬あるいは猫1匹、敷金1ヶ月を、追加することでですね、ペット飼育も相談可能とのことです。またインターネット無料ですね。はい、もう一望できます。周辺環境を調べております。スーパーはですね、マルエツプチ赤坂店が24時間営業で赤坂駅近くにありました。またローソン港赤坂9丁目店が、まあ、物件すぐ近くにありましてですね、買い忘れにはこちらが便利かなと思います。はい、ウォークインクローゼット見ていただいています。こちらの家具家電もですねついているので、もう住んだ日にそのまま暮らせそうですね。はい、水回りです。 1LDK タイプは現在2部屋募集中でした。30万3000円から30万6000円までの 51.97 平米のお部屋が2つですね。はい、もう風呂から一望できるというのも素敵ですね。はい、こちらのザ・レジデンス赤坂ヒノキ町が、もう一度申し上げます、 1K タイプは初期費用18,000円、1LDK は22,000円でご紹介可能です。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。